ここまでだな、バーン。貴殿を拘束する。裁定は法王庁に委ねるが、国家元首の暗殺未遂、軽く済むと思うなよ。希代の聖章の末路、こんな形で立ち会うことになるとはね。残念です。俺はこんなところで終わる男じゃないもん。お前ら死なばもろともだもん。危ない。わだつみ承知。ネフェルエル・スペルビア、守ってくれたというの、私たちを。よかった。陛下、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 無念です。そんな、我々を守るために。目を開けろ、ネフェル、ネフェル。メレフ、ビャッコ、何でしょう。みんなの注意を引いて。注意？なぜそのような。まさか、お嬢様、それは。まだ間に合
急げ。はい。まだ仲間がいます。何やて。こっちです。インビディアの方々は避難を。もう分かった。あなたは…もう大丈夫だよ。なんやん、気のせいって。人騒がせもほどほどにしてんか。すみません、人影が見えたと思いつい。本当に申し訳ありません。ご心配おかけしました。陛下、奇跡だ。和田摘がコアに戻り落命されたものとばかり。ったく、あんたら軍人だろ。蘇生処置習わなかったの。蘇生だが、傷がかすり傷だったよ。あの程度、私と白虎の力でどうとでもなる。では君が。うん。すまない、いや、なんと礼を言ったらいいか。言葉を尽くしても尽くしきれん。私は。気にしなさんな。まあ、一つ貸しにしとくよ。それでいいだろ。